ホワイトシップの遭難ホワイトシップの遭難は12世紀の海難事故。イングランド王ヘンリー一世の四次ウィリアム王の諸子二人をはじめとして、イングランド、ノルマンディの王族、貴族多数が推死した。生き残ったのは千人一人と言われる。ヘンリー一世とホワイトシップ号の遭難を描いた中世の写本1120年11月25日、王子とその一行は、 イギリス海峡を渡るため、バルフルールを王家の艦船で最も早く最新のホワイトシップ号で出航した。ウィリアムと彼の老頭は、日が暮れるまで飲酒していた。自分たちは高速船に乗船しており、海上での遅延が実際に影響を与えることはないと確信していたのである。その結果、真夜中に酔っ払った操舵手が湾内の岩に船をぶつけた。 乗組員や乗客たちは岩から船を引き離すことができなかったか、船が浸水するのを防ぐことができなかった。しかし、ウィリアムと幾人かの友人たちは救命艇を下そうとしていた。最後の時、ウィリアムはイボ妹であるペルシュハクヒ、マティルダ・フィッツロイを助けようと急行していた。彼らは小さな艇に身を投じた。大勢が船に飛び込んだためか密となり、 転覆して沈没し、全員を無差別に深みへ埋葬してしまったのである。悲劇を記したヘンリー・オブ・ハンティング団は、ウィリアムについてこう記している。刺繍の施されたローブを身につける代わりに、波間に裸で浮いていた。崇高な王位を継承する代わりに、海の底で彼の墓が見つかった。ウィリアムの妻マティルドは、ナンパジニは別の船に乗船していて助かった。 夫に先立たれた彼女は、修道女となり、最後は、フォントブロー修道院の修道院長となった。原因は明らかでなく、貴族たちが宴会を開き、船員まで一緒に酔っていたことや、船長が出港を遅らせることを提案したが、王子たちに却下されたためとも言う。この事件後、ヘンリー一世は5歳を迎えたが、男子は生まれなかった。そのため、娘のマティルダを、 後継者に指名したが、王の死後、マティルダは、いとこのスティーブンと王位を争い、イングランドを無政府状態に導くことになる。この事件は、イングランドの運命を大きく変え、また多数の皇子、皇女の死は、かなりの衝撃を与えた。この事故をモチーフにした文学作品では、この事故を陰謀によるものとしたり、生き残った船員が数奇な運命を辿ったりするものがある。 例えば、ケンホレット、大聖堂など、ありがとうございます。